水曜日ですね、朝、9時からスタートさせてます。3分経過ですね。で、火星で通貨は5つ用意されてます。それで投資できる通貨は2つとなってますね。で、今週は一回 AUDJPY が出ていまして負けになってますけどね。スプレッドの差で勝ちましたけども、ほんの少しの差でね、勝ちましたけど、ここではスプレッド3では負けてましたね。こちらのスプレッド2ぐらいまでが、だから2でやった場合は勝ってたんで、ね。こちらも買ってました。先週は一回もなかったんですね、シグナルはね。シグナル待ちで、今 77% のペアアウトなんで少ないですね。これが4時過ぎると、夕方4時過ぎると 81% ぐらいには なります。例がね、そして通貨も増えます。それまで2つしかないですね。この通貨で数シグナルが出たときはね。これとこれだけですね。で、今37,371円ですね。成績もこのようにずっと変わってますね。公演の成績いいですね。公演と一回負けたんですけどね。なんか公演始めるときに2本負けて、動かないな。止まっちゃいましたね。ちょっと一旦切っとく。止まっちゃいましたね。あ、動いた。こうですね。これにすごく。もうちょっと負けたね。ここはひどかったよね。